太郎寝てるわ。いや、風呂入ってるでしょ。ああ、太郎風呂入ってる。風呂入ってる。風呂に寝てないかな。ね、多分。ちょっと、うん、大丈夫か、寝なくて大丈夫かな。だって明日早いじゃん、だって。明日早い。あ、そうだね。伝えた方がいいかも。あ、そうだね。うん。太郎太郎あ、本当？うん、あ、明日でも、うん、どうしようかな。まあ、10時起きとかでもいいっちゃいいんだよね。あ、朝飲んでるっけ。うん、一応。あ、じゃあそんな別に早く起きなくていいのかな。そうだね、まあ早く寝てみたいな、うん、早く寝て、うん、まあ10時くらいでいいか。うん、あ、じゃあちょっと伝えよう。そうだね、うん。タロウ、タロウ、はい、あのさ、早く寝てだから、バラ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 やめろやめろ、おい、ね、そんな早くなくていいから。いやいやいや、違う違う、10秒でいいから。いやいやいや、違う違う、僕は早めにやった方がいいと思う。いやいや、そこじゃないって。いや、おかしいよ、ちょっと。いや、何それ、それだけ、それだけ、うん、やばいよ、うん、じゃあ、うん、めちゃめちゃだよ、めちゃめちゃ。まあ、うん、とりあえずその早く、そんな早すぎないっていうのは伝えた。あ、ほんと、うん、あれもう、あの、明日出る時用にもう荷物ってまとめてんのかな。あー、どうなんだろう。あ、一応聞いといた方がいい。そうね、うん、荷物まとめてる。うん、太郎、はい、太郎、はい、何して何して、いや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 おかしいよ。そう、うん、それだけちょっと伝えた方がいいかなと。ちょっとびちゃびちゃだもん、普通に。大丈夫だ。いや、荷物まとめたじゃない。いやいや、まとめるまとめるまとめる。それだけ分かってるかなと思って。いや、だからちょっと入ってこない方がいいよ。大丈夫に入んだって。大丈夫。いや、よし、大丈夫。いや、おかしいって。はい、いや、入んだ。ありがとう、ありがとう。入んだよ。いいよ。あ、大丈夫だ。あ、もうまとめてるってほんと。えらい、ね、あ、準備ちゃんとできてんな、うん、あ、すごいわ。うん、偉いねっていうのを言った方がいいかもしれない。あ、じゃあそうだね。そうだね、うん、ちゃんとやってたから。太郎、太郎、入んな、入んな、入んな。いいって、いいって、びちゃびちゃになっちゃって。いや、あの、ちゃんと荷物まとめてて偉いなって。いや、じゃあ言わなくていい、上がったのに。やめろって、入んなよ。だから、おい、ちぎれてダメだよ。いや、脱いだ方がいいって。いや、ちょっと待って待って待って、高い高い高い、ちょっと、いや、高い高い高い、しかもそれボディソープだし、ボディソープだから。ガビガビになる。ダメダメダメ。いや、あの、荷物まとめといて偉いねって。いや、ちょっと待って、いや、まとめていいやね。いい、フェニー、フェニーでしたけど。いや、偉いなと思って。フェニーが言ってたから。